ホーム、岸根公園駅は、神奈川県横浜市港北区篠原町にある、横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は、B24。校内に設置された、岸根公園をモチーフにしたレリーフ。地と小さな仲間たち岸根公園内の篠原池の西側に、一致している。駅の北側の2番出入り口、岸根公園駅自転車駐車場の直下で、 東海道貨物線と交差しており、貨物線は上層部、地下鉄は下層部を通過している。近隣の岸根公園から取られた。なお、この岸根公園の場所は、戦時中には、急に本軍の降車砲基地があったが、終戦後は接取され、在日米軍の岸根キャンプとなっていた。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。ホームは地下3階に立地する。地下1階と、 地下2階を連絡する階段、エスカレーターは1箇所のみである。エレベーターは地下1階と地下3階の各ホームを連絡するものと地下1階改札外ンコースと地上を連絡するものが設置されている。通常のルートでは地下1階から地下2階の通路は1つしかないため地下2階から地上を連絡する避難通路が用意されている。トイレは 地下1階改札内コンコース部にあり、多機能トイレを併設する。2007年4月21日にホームドアの使用を開始した。2019年度の1日平均乗降人員は1万1884人である。周辺駅がおおむね増加傾向にある中で、当駅は横ばい傾向にある。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り。 岸根公園駅前には岸根公園が立地する。また周辺は篠原町、岸根町の住宅地である。最寄りのバス停は横浜上浅尾線上にある篠原地停留所であり、横浜市営バスによって運行されている。ありがとうございます。